ところでこの前の合コンで皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。岡山のマー君です。アロハッピー。はい、今回が97回目の配信となります。で、前回がですね、追憶ダイアリー、それぞれの居場所ということでね、サバイバーのマスターとですね、お話をしました。まあね、まあ、前回の見たら見ていただければわかると思うんですが、結構ね、感動できる話だったなと僕は思います。はい、まあぜひ、まあ、前回の動画を見てみてください。で、今回ですね、またエンディングノートのエンディングドラマがですね、発生しておりますので、そちらの方を今回やっていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。さて、今回は誰なのかな。うせえな。よし、じゃあ行きますかね。さて、今回は誰なんでしょうか。おう、来たな、キリュウ。今回はちょっとした報告があってな。報告？少しかかるが、時間は大丈夫か。大丈夫だ。ああ、大丈夫だ。報告ってのは他でもね、秋山のことなんだ。お、秋山。秋山。何かあいつの近況が分かったのか。ああ、どうやらいつの間にか日本を出てたらしい。はあ、ちょうど東条会と近江連合が大解散した頃だ。だから4年くらい前になるか。秋山のやつ、それっきり。ああ、俺も使えるつては全部使って探してみたが、未だに音信不通だ。で、こいつは噂レベルの情報だが、秋山はシンガポールで何度か目撃されてる。シンガポール？あの国は方々から投資が活発だし、あいつみたいな男には居心地がいいんだろう。へえ。そんな長いことを留守にしてるんじゃ、もうカムロ町に戻る気はなさそうか。あいつはずっとお前が生きてるはずだって俺と会うたびに疑ってきてたよ。俺が一枚噛んでいることも察していた。何度もとぼけているうちにいい加減愛想をつかしてったかな。先に秋山と距離を置いたのは俺らの方さ。大道寺との約束ってのはそういうことだ。そうだな、分かってる。俺があいつに文句を言えるわけもね。達者らしいって分かっただけで御の字だよ。もともとあいつに会うのは危険だと思ってたんだ。ヘラヘラしてるようで鼻が利きすぎるからな。いつもみたいにニアミス狙ってお前を引き合わせたらきっとすぐに見抜かれてた。そうなるといよいよ大道寺も黙ってねえだろう。なるほどな。そろそろ潮時ってわけだ。もう十分やってくれたよ、伊達さんは。太一や和樹、雄也たち、まさかの狭山とも会うことができた。またそういうつもりで呼び出したんじゃねえ。逆だ。ここまで来たんだからもう一歩踏み込まねえか。ん？どういう意味だ。ぶっちゃけた話、大道寺はもうお前が誰に会おうが問題ないと思ってる。俺はそう見てるがどうだ。実際一歩からクレームは来てねえんだよな。まあな。それって一派が俺らの動きに気づいてねえか、もしくは気づいた上で目をつぶってくれているかだ。だったらよ、最後にお前が一番会いたい相手に思い切って会っちまおう。もちろんそれは遥だよな。遥か。かー。自分が死人になって世間との関係を断ち切る。お前から大道寺に言い出した約束だ。それを自分から破るってのは、まあなんていうか褒められたもんじゃねえ。でもよ。待った、伊達さん。どうした。なんだよ。この店
いつからこんなに静かだった。外からも全然人の声が聞こえてこねえ。ママもいなくなってるやん。なんだ、一派か。え、その仮面ってもしかして大道寺一派か。いや、見たことねえ連中だ。だが少なくとも一緒に仲良く飲もうってことじゃないらしい。あの仮面ってハンピン・リューマンじゃねえか。どうした、こっちはいつでも構わねえぞ。来い、バラバラにしてやる。かかってきやがる。おお、みんなも来るかい。手加減はなしだ。いやいやいや、この仮面ってさ、ハンピン・リューマンだよな。どうしようかな、これ全力でやる、やってやろうかと思ったけど、分からんからな。とりあえずワイルドスイングちょっといっちょっか。悪く思うね。ワイルドに行くぜ。そらそらそらよ。えい、あれ、あ、あ、あ、おお、やべ、一気に減ったな、おい。なつもりじゃなかったんだ。いや、おい、あらら、私の番。やりすぎたもん。あらららら、終わっちた。いや、でもこの仮面ってハンピン・リューマンだよ。俺の活躍。おい、孫悲何やってんだよ。何者なんだこいつら。ただのチンピラじゃなさそうだったぜ。全員プロの動きだ。まだ終わってなかったか。ん、お前、そこに倒れている連中はハンピン・リューマンの中でも白面と呼ばれてます。金さえ払えば誰にでも雇われるし、ありとあらゆる暴力を受け負ってくれる。なんでお前がここにいるんだ、秋山。この人数の白面に襲われて無事に切り抜けるなんて、そうそうできることじゃありません。そしてさっきの戦いぶりを見れば間違いない。もうおとぼけはなしに願いますよ、桐生さん。久々だってのに冷たいもんだ。口も聞いてくれないんですか。お前がこいつらに俺たちを襲わせたのね。え、今まで伊達さんには何度聞いても桐生さんは死んだの一点張りでしたからね。こうやって現場を抑えないとまたとぼけられちゃうでしょ。だからってお前。じゃあ聞けば素直に桐生さんのことを教えてくれてました。あ、いや、それはほらね、またこれだ。秋山、お前何を。人をバカにしすぎでしょうが。あんたら二人して、あんたが簡単に死ぬ玉じゃないってな、俺にしてみれば分かりきったことです。案の定、大阪で東条会と近江連合が解散したときは、死んだはずの桐生一馬が出てきたって聞きました。きっとも何かしらほとぼりが冷めたんだと思いましたよ。ところがまたそれっきり音沙汰なしです。桐生一馬の復活は都市伝説じみた噂でしかなくなった。俺にも何一つ連絡なし。極道じゃないから部外者ってわけですかね。だったらどうして今日はここに。どうやってこの場所が分かったんだ。神室町にいる友人に頼んで、ずっと伊達さんに変わった様子がないか見てもらっていました。伊達さんならきっといつか桐生さんと接触すると信じてね。そして先日、伊達さんが頻繁に偉人町の特定の店に出入りしてると聞かされました。あとは日本に帰国して最善を尽くした結果、ようやく今俺はこの場所に立っている。次はそろそろそちらが説明をする番じゃありません。なんで俺が死人にならなきゃいけなかったのか。
そのことについてか。納得のいく説明をお願いします。この森を呼んでシラを切るのはなしですよ。なあ、もういいだろ、キリュウ。俺はまた秋山に殴られるのはごめんだぞ。まだ謝りませんよ、俺は。もう一発行きたかったのをなんとか抑えてんです。よせよ、冗談じゃねえ。わかったよ、全部話す。どうやら俺たちの負けだ、秋山。いや、あまりに突然すぎてちょっとびっくりして声が出なかった。なるほど、秋山と。そうでしたか。そうだな、秋山だったら。じゃあ桐生さんは遥ちゃんや春人君を守るために大道寺一派と密約を。ああ、俺は自分を死んだことにして一切の口をつぐむと誠意を見せなきゃならなかった。伊達さんはその約束の場に居合わせてな、証人になってもらったんだ。ずっとお前に事情を話せなかったのは俺のせいだ。責めるなら俺を責めてくれ。責められるわけないでしょう。今度は病気でもう長くないって言うんだから。悪いな。この話をするとみんな文句も言わずにいたわってくれるんだ。やれやれ、やっぱり分かっててやってるんですね。お前こそずっとどうしてたんだよ、秋山。俺に挨拶もなく長いことカムロ町を開けてたろ。ご存知かどうか、俺は女の子に惚れっぽくて、その子を追っかけて気がついたら遠い異国の地です。え、おかげさまでのんきに羽を伸ばしてましたよ。皆さんがご苦労してるとこ申し訳なかったですね。へえ。けど俺が調べさせたところによると、お前が出国したのは東城会の解散直後だ。あの頃町の浄化を謳った都知事の参詣作戦もあって、組織の後ろ盾がない人間は居場所をなくしてった。となるとお前も警察とかに目つけられて大変だった口じゃねえのか。そう思ってたなら少しは助けてくれてもよかったんじゃありません。俺の扱う金はグレーゾーンの部分も多いもんでしたね。それを守るために世界中に分散させる必要もあった。で、行き着いた先がシンガポールか。さて、シンガポール？誰がそんなこと言ってるんですよ。え？違うのか。違いますね。だからって本当のことも教えませんけど。なるほど、こっちが秘密を持ったせいで秋山も心を開いてくれなくなった。そんなケチなことは言わねえよな。ケチで結構、俺は金貸しなんですよ。さっきなんか金で雇ったハンピン・リューマーを差し向けてきた。そういや、孫妃にクレーム入れとかなきゃな。仕事はちゃんと、襲う相手を確かめてから受けろってな。まあとにかく、あんたたちにも秘密の事情があって致し方なかったのは分かりましたよ。けどそれでも俺らの中でしょ。一緒に何度も極道を敵に回して危険をくぐり抜けてきた。挙句のけものにされてムカついてないかと言われれば、答えはノーですね。もう俺らのことは責めないんじゃなかったのか。だってこっちから頼んだわけでもないのに、勝手に重い十字架をずっと背負ってたなんて、水臭いにも程がある。わかりましたよ、もう責めませんよ。その代わり、また近くで見届けさせてもらいます。うん。発端は大道寺の任務だったとはいえ、桐生さん、またでかい山を踏んでるんでしょ。そんな話を聞いて知らん顔はできません。気持ちはありがてえが、そうなるといよいよ大道寺との約束は形だけになっちまう。そもそもその約束って、もう一生日の目を見ずに過ごさなきゃいけないんですよね。他にやりようがなかったんですか。あったかもな。だがあの時は
状況が切羽詰まっていた。俺は死人になって生きたことないんで分かりませんけど、その孤独や寂しさは察するにあまりあります。はるかちゃんやハルト君とも二度と会えないんですよね。そのつもりだ。いや、おい桐生、それについてはさっきも話したろ。もしお前が直接はるかたちに会っても大道ジッパー見逃してくれるかもしれねえ。一目でもいいんだ。約束を守るのは確かに立派だが、いいのか。お前に残された時間はもう。分かってる。だからこそだ。あ？今の俺とはるかたちがあってどうなる。どの道そう遠くねえ日に俺は死ぬ。あいつらにしてみりゃ二度死なれるようなもんだ。どっちにとってもいいことはねえ。それはどうなんですかね。ん？俺は今日会えてよかったと感じてますよ。ずっと胸に仕えてたもんが溶けて消えました。少なくとも会わなきゃよかったなんてことは断じてありません。あんたさ、キリュウさん、俺の人生を変えるきっかけをくれた人なんです。どん底まで落ちた俺にチャンスを与えてくれた。もちろんあんたは意図してたわけじゃない。そして何の記録もなくしてた俺は、同じ町でどんな敵を前にしても戦う一人の男の存在を知った。だからそうですよ、キリュウさん、あんたは俺にチャンスだけじゃなく生きるための勇気もくれたんです。そんなあんただから俺はこうやってわざわざ見つけ出した特別な存在なんですよ、俺にとっては。そしてきっとはるかちゃんにとってもね。もうよしてくれ秋山、俺はそんな大層なもんじゃねえ。そうなんですか。もしかしたらはるかたちに会えば死ぬのが怖くなる、そう思ってるだけの臆病者かもしんねえぞ。キリュウ、お前、あの堂島の竜にも怖いものがあるんだとしたらそれはそれで勇気づけられます。たくああ言えばこういう器用な野郎だぜお褒めいただき光栄です。心の準備をしておくんだな、キリュウ。この次はゲストとしてハルカを連れてくる。もしかしたらハルトも一緒にな。本気なのか。出なきゃこんなこと口にできるか見直しましたよ、伊達さん。俺にできることがあれば言ってください。そうかい。じゃあとにかくこれで仲直りの乾杯でいこう。いいですね、そうこなくちゃ。まあとりあえずな。まあ秋山だったら、そうだな、やっぱ秋山は。そうですね、6の最後でもずっと桐生さんが死んだことは信じてなかったので、まあずっと多分そのことについてずっと気にしてたと思うんですけど、まあそうやって結局はまあ自分で桐生さんを見つけたということは本当に、まあ執念というかね、そういうのもあるし、まあやっぱ秋山にとっても桐生さんは大きな存在だったなっていうのが改めてね分かったかなと思います。秋山との思い出、秋山と再会したというより襲撃された、意表をつかれたがそれもそれであいつらしいな。あいつは俺に生きる勇気をもらったと言っていた。そんな奴の前で死に縮こまってるわけにはいかないな。ああそうだな。デリバリーヘルプで秋山を呼べるようになりました。
いやじゃあこれは秋山を最後にエリボイヘルプで呼んでから終わりましょうかね。そうですね、やっぱ秋山はね、やっぱり、まあ、今まで会ってきた中でも一番の切れ者なので、謝罪するまでぶちのまそういうことはあるかなとは思ってたんですけど、調子出てきたぞ。よし、じゃあ呼びましょうか。秋山ミリオネアストライク、どん底から借り裂いた金融屋の大金ばらまきサービス、ターンを消費せず召喚できる、敵全体に2000ダメージ、確率で魅了状態、これはまだ強いですね。よし、行きましょう。デリバリー頼むぞ。スカイファイナンスと秋山シュン。だったらくれてやる。おお、豪快ですな。いや、キックの効果で跳ね飛ばしてやがる。すげえ。おお。いいだろう、あれや。ミリオネアストライク。おおおお。すげえ。だ、なんかサンジみたいな、あったワンピースのサンジみたいな。おお、金に振り回されちゃいけないよ。うわ、一発すごいな。相手にならない。ありがとうございました、秋山。うん、まさに秋山ならではの攻撃でしたね。はい、ということで、ですね、まあ、次回エンディングノートはついにハルカとハルトと、まあ、会うことができるのかどうかはちょっとわからないですけど、うん、キルさん自体はですね、まあ、納得してないような感じなので、会うのを拒否するのかもしれないですし、うん、ちょっとわからないですけど、まあ、次回エンディングノートはハルカと、うん、あるとということになります。で、とりあえずはまあ今偉人町のやることはもう全部終わったので、とりあえずカムロ町に行きますかね、次は。はい、ということで今回、の配信は、ここで終わろうかと思います。はい、よろしかったらチャンネル登録、また高評価、あとコメントなどもよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。岡山のマー君でした。アンパン、食パン、ミーパン。